ダート・リョウの京都競馬場9番マイネルメモリー最後にゲートに向かいますやや冷たい北風が吹く京都競馬場収まりました9頭スタートしましたほぼ揃った飛び出しで先行争い内から1番のメタルスピードまだ横の隊列が固まりませんが3番の湘南アデイブ ショーダンアデイブが出てきました6番のクリオミニーズが2番手になってその後ろ3番手2番審査、2バシンサ外7番アイスグリーン内1番メタルスピード3番手、4番手並んでいますそれから5番のプッシュオンが中段5番手になりました。先頭3番ショーダンアデイブで これから坂の上りを目指していきます1バシン半のリード6番のクリオミニーズが2番手3番手1バシン半差1番メタルスピードその外体半分差7番のアイスグリーンが4番手ですバックストレッチの中ほどから坂の上りに入りましたその後ろは2馬身切れて中段5番のプッシュオンその外に8番のドクタードリトル前までは7、8馬身といったところ2馬身離れました9番マイネルメモリーが外内から2番のシベリアンタイガー最高峰4番のレアシャンパーニュ 内回りと外回りの分かれ道のところを通って外回りコースに入っていきますまだ坂の上りが続きます3番の湘南アデイブ先頭を坂を上り切って800切りました3コーナーのカーブ1分2秒4というペースで坂を一気に下っていく3番の湘南アデイブ6番のクリオミニズ2番手変わりません3番手1番メタルスピード7番アイスグリーン4番手600切りました坂を下り切っていますここまで前までは4バシンから5バシンの位置その後ろ3バシン切れて5番のプッシュオン8番のドクタードリトルは中のの外目前との差を少し コーナーナから直線に向きます内3番、湘南アデーブ、外6番、クリオミニズ、2頭ら争いに、左内に入った1番のメタルスピード、内から1番のメタルスピード、7番のアイスグリーンは外から、さらには5番のプッシュオン、その後ろに8番、ドクタードリトル、5番手200を切って、4頭ら争いは7番のアイスグリーン、アイスグリーン、外から5番のプッシュオン、プッシュオンも伸びてきたが、7番のアイスグリーンだ、アイスグリーン、先頭でゴールイン、2番手、5番のプッシュオンか、あとは接戦。 8番のドクタードリトルそのうちには3番の湘南アデイブ最内打ちメタルスピードなど3番手争いは際どくなりましたしかし7番のアイスグリーン鮫島勝馬騎手8レース9レースと連勝道中は3番手の外目34番手の外目やや行きたがるのをなだめながらといった追走でしたが直線はじけましたモーリス・サンク7番アイスグリーン勝っています 2番手争い混戦の中から抜けたのは5番のプッシュオンあと3番手が際どくなりました外から8番のドクタードリトル内では逃げていた3番の湘南がデイブこのグループには6番のクリオミニーズ1番メダルスピードもいて3番手争いは接戦勝ちタイム1分47秒9上がりゴールまでの 800m45 秒 5600m33 秒4でした今3着争い写真判定と上がりました 勝ったのは7番のアイスグリーン2016年の天皇賞馬モーリスを父に持つアイスグリーン3歳馬が勝っています1着7番アイスグリーン2着5番プッシュオン3着4着は写真判定を行います